はい、花レモンさん、ペイペイ運用の話ですね。私もね、モッピーのポイントが入ったらそれを必ずペイペイにしてるんですよ。で、ペイペイにしたら自動的にですね、そう設定してるんですけども、ペイペイ運用に回るようにしてます。4月21日から改めて今回のターンを始めているんですけども、前回やった時もそうだったんですよ。ペイペイのボーナスっていうのは全て、ね、運用に回っていて、そこの運用益は出ていたんですけども、でも、ね、私気づいたことがあります。ペイペイ運用に回してしまって、新しく買い物をするときとか、ペイペイを使うときにチャージしたら、これはね、これでね、キャッシュフロー悪いんですよ。どういうふうにすればいいかっていうと、こう、規格があるんですよね。じゃあ、モッピーで稼ぎました。まあ、なんでもいいんですけど、ペイペイがあります。ペイペイをそのまんま、すべて運用に自動的に回すのか、ペイペイ運用に回さずに、ペイペイ残高にしといて、そのペイペイでどんどん買い物した方がいいのか、明らかにペイペイを繰り返して買い物にした方が、利回りはいいんですよ。というのが、ペイペイで何かね、1万円分のものを買うじゃないですか。例えば 10% バックされるとしますよね。だから1000円分が使えるんですよ。で、1000円分すぐ使ったら、今度はまたね、100円分とかになるわけですよ。で、100円分また使うわけですよ。それはどれだけ生まれましたかってことなんですよね。ペイペイが1000、110とか生まれるわけですよ。でもこの1000から1110をペイペイの運用でやろうと思ったら、月利で 2% とか 3% ですからね。かなり1年ぐらい時間かかっちゃうっていうスピードになるんですよ。ですので私はネタとしてね、ネタとしてペイペイ運用に回してますってやってますけども、これやっぱりね、ある時にボンと下ろしてまたねペイペイ使おうかと思うんですよ。で、今私がペイペイのね自動運用で溜まってるのがいくらかと言いますと、ボーナス運用でね、いくらかな、65,479円あるわけですよ。じゃあこれを運用で任していても、はっきり言ってね、1ヶ月で1000円ぐらいしかなんないです。よくて2000円ですよ。6万5000円で2000円が1ヶ月に生まれるっていうと、ほっといて生まれるんだからいいじゃないかと思うでしょ。でも6万5000円をペイペイで使うとね、私の場合はうまくいけばね 34% バックされるんですよ。電卓ないですけども 34% バックされる、まあ 30% しましょう。っていうことは1万8000円分1ヶ月も経たないうちに返ってくるってことになるんですよ。で、返ってきた1万8000円でまたお金使うでしょ。そしたらまた今度ね、5000円とかになるわけですよ。ってことは、ペイペイ運用っていうのは、あんまり効率よくないなと私は思ってます。で、私はね、月間でね、70万円ぐらい通販で買い物するんですよ。ってことは、ボンボン貯まるんですよね。で、貯まった分をもっともっと使った方が、運用利回り的には圧倒的に優れてるってことになるんですよね。まあ、ですんで、ペイペイ運用っていうのは、買うものがない間はこうやってやっとけばいいんですよ。でも、買うものができた時はこれを、ボカッと下ろしてね、すぐに使った方が、ペイペイ運用の利益とペイペイを使ったことによるペイペイバックの利益を比べたら、圧倒的に買い物した方が絶対にいいっていう風な結論にたどり着くのはそんなに難しいことではないと思います。まあね、無理に買わなくてもいいですけどね、それこそね、ペイペイでこう今6万5000円あるじゃないですか。これを視聴者さんプレゼントにしてペイペイ送金できますからね。だからこれを例えば6万5000円ありますけども、5000円分ずつ13名の方にプレゼントみたいなこともできるわけですよ。そしたらね、送金手数料もかかんないですね。なかなかいいんじゃないかなってところでございます。まあ、そういうふうにね、今ね、いろんな形でお金に革命が起きてるんですよ。前回の花井ノさんの例で言うと、ないはずのお金が手に入ったみたいなことありますけども、それをどのようにこねくり回して利益を最大値にしていくのか、それがね、私たち一人一人に任されているお金の勉強ではないかなと思うんですよね。ということでね、お金の勉強っていうのは様々あるわけですよね。日本人はお金の勉強ができてないっていう人は多いですけども、じゃあお金の勉強って具体的に何をすることなのって言ったら、答えれる人がほとんどいないっていうところでございます。今回私の今回の動画ね、お金の勉強になったと思いますんで、ぜひね、運用の方が優れているのか、買い物してそのバッグを得た方が利回り的に優れているのか、これを比較するだけでもお金の勉強ができているかできてないかはっきり分かるというところでございます。さあ、本日の動画以上です。また